立憲民主党森裕子落選確実。読売新聞などによりますと、参院選の新潟選挙区において森裕子が落選確実となりました。森裕子は民間人に対する法行為が裁判で認定されるなどし、批判が出ておりましたが、この参院選で国民の意思が示された形になりました。国民の皆様、ご協力いただきありがとうございました。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。